羅漢中三国志演義第50回。諸葛亮地をもって嘉陽に諮り、関雲長義によって曹操を放つ。さてこの夜、長領は一子に郊外を言おうとし、曹操を助けて岸に上がったが、馬を探して逃げ出した時には全軍すでに上を下への大騒動となっていた。大騒動ですかね、大騒動の方がいいな。関東は煙の下をかいくぐって水軍の陣地へ突き進んだが、不意に兵卒が飛んできて、火事にすがって将軍のお名前を呼んでおる者がございますという。耳を澄ませば、公儀助けてくれいという叫び。おお、公幸福殿なるぞ。郊外のことですね。急いで引き上げさせれば、郊外の肩先に矢が突き立っている。矢だけを加えて抜き出したが、矢尻が深く肉に食い入っている。急いで濡れた上着を脱がせ、刀でそれをくじり出すなり、旗を裂いてしっかりと縛り、自分の陣羽織を脱いで彼に着せると、別の船に乗せて本陣へ手当てを受けに帰らせた。郊外は金々水蓮に深く通じていた。それゆえこの極寒に鎧のまま水中に落ちながらも死を免れることができたのである。さてこの日、長江を覆って火の粉飛び交い、時の声天地をどよもす中を、左側赤壁の西からは関東賞金の両軍が殺到し、右側赤壁の東からは周隊陳武の両軍が殺到し、正面には周瑜丁府女性丁鳳の大軍が一気にこぎ寄せた。火は兵に応じ、兵は火の意を狩ると言おうか。三公の推薦、赤壁の皆殺しとはまさにこれを言ったものである。曹操の軍勢は槍先にかかり、矢に倒れた者、焼死、水死した者、数えきれぬほどであった。後の人の死にも、義語相当して死湯を決し、赤壁の老船一掃してむなし、烈火初めて張りて雲海を照らし、修路を買ってこれにて倉庫を破る。またある絶句にも、山高く月小にして水ぼうぼう、追探す前兆の割拠慌ただしきよ。南の市は義部曹操を向かうるに心なく、東風心ありて修羅に頼りす。ああこれごめんなさい、ベンスかな。長江にある大札はさて、長江における大札はさておき、ここに関連は最中に命じて曹操の陣中深く案内させるや、彼を一刀のもとに切り殺し、あたりの草むらに火をかけた。なんか一瞬彼って誰のことだろうと思っちゃった。彩花を切ったってことですね。関連、あ、彩花じゃない、彩中を切ったってことですかね。はい。呂蒙は敵陣に火の手の上がるのを見るや、十数箇所に火を放って関連に加勢し、藩将当主もそれぞれ火をかけて時の声を上げ、四方に陣太鼓がとどろき渡った。曹操と長領はわずか百余騎を率い、火の林をくぐって逃れようとしたが、行く手は一面火の海である。馬を飛ばすうち孟海が文兵を助けて十数騎で追いついたので、直ちに退路を探させたが、長領が雨林へ参りましょう、逃げられそうなのはあそこしかありませぬと指さしたので、一山に雨林を目指して走った。ところへ背後に一手の軍勢が追いすがるや、そうそう待てい!と叫ぶ。火の光の中から現れたは両毛の旗印である。曹操は構わずに手勢を先へ行かせ、長領を御詰めに残して両毛を食い止めさせた。
と行く手に松明が輝き渡ると見るや、谷合から一手の軍勢が押し出して、両王とこれにあり。両とぐれてましたけどね、立ち直ったんでしょうかね。大音に呼ばわる。そうそうあっとばかりに肝を潰すところ、たちまち横合いからはせつけた一手の軍勢が、上昇ご方針あれ、上皇参上をつかまつりました。方針ってこういうふうに日本では使わないですよね。一応原作の方は休校になってますね。休むっていう字に慌てるという字になってますね。かくて両軍入り乱れての戦いのうち、曹操は退路を切り開いて北へ逃れた。行くうちに一帯の軍勢が山を背に控えている。徐行が乗り出して尋ねれば、袁紹のもとから降参してきた馬援長外で、北方の軍勢3000を揃え陣を敷いていたもの。この夜満天の火の上がるのをはるかに眺め、軍勢を控えてとどまっていたところ、折よく曹操に会うことができたのである。曹操はこの二人に1000の軍勢を率いて先手となるよう命じ、他は己の警護に当たらせたが、この新手の軍勢を得たのでようやく一息ついた。馬援長外の両将は馬を飛ばせて先行したが、十里も行かぬうちどっと歓声が上がって、一体の軍勢が立ち塞がった。先頭の大将が呼ばわるのに、我こそは東吴の観光派なり。馬援が馬を乗り出したが、一刀のもとに切り落とされ、ついで槍をしごいて立ち向かった長外も、関内の大活にたじろぐところを早くも大薙刀を浴びせて馬から転げ落ちた。この知らせが曹操に届いたとき、曹操はひたすらに合肥寄りの援軍を待ちわびていた。ところが、このとき孫権は合肥に通ずる道を固めており、長江に火の手の上がるのを見て味方の勝利を知るや、陸遜に合図ののろしを上げさせたから、これを見た太子寺、陸遜と一手になって打って出た。曹操はもはやこれまでと、医療を目指し落ち延びたが、途中長江に出会って御詰めを命じた。かくて馬を鞭打ち、御行になるまで走り続けたが、もう明け方ぐらいですね、見返れば火の手もだいぶ遠ざかったので、ようよう心にゆとりが出て、ここはどこじゃと尋ねると、左右の者が答え、ここは雨林の西、義都の北にござります。曹操はあたりの樹木生い茂った険しい山線の佇まいを見て、馬上で天を仰いでカラカラと笑った。上昇、何をさように笑われまするかと大将たちが尋ねると、わしが笑うたのは、周遊と孔明が計りごとを知らぬことじゃ。もしわしなら、前もってここに伏せをしておく。その時はもはやどうにもならぬではないか。その声も終わらぬうち、待ってあげてるとこはちょっと優しいなと思っちゃうんですけど、両側で陣太鼓がとどろき渡ると見るや、一斉に天に注する火の手が上がったので、仰天した曹操、危うく馬から転げ落ちそうになった。ところへ横合いから一帯の軍勢が打って出て、我こそは長子流なり、軍師の命によりここで久しぶり待ち受けたぞと大音に叫ぶ。曹操は徐行と長江の二人を長羽に当たらせ、己は火の中をくぐって落ち延びた。長子流は深追いせず、旗印を奪い取るだけで済ませたので、曹操は逃げおせることができた。かくて夜は白々と明けてきたが、
黒い雲が垂れ込めて東南の風はなお吹き続けていると、にわかに盆を覆したような豪雨となり、雨は鎧を通し、来たものをも通して容赦なく染み通る。曹操は兵士らと共に雨の中を先へ進んだが、誰の顔にも上の色が浮かんでいるので、兵士たちに村落を襲って食料を略奪し、火種を探してくるよう命じた。飯の支度にかかろうとするとき、一体の軍勢が追いかけてきたので曹操は飛び上がらんばかりに驚いたが、なんとそれは李典拠者が幕僚たちを守りながら追いついてきたもの。そこでさらに軍勢を進めながら、この先は何というところじゃと尋ねると、一面は南伊良へ出る街道で、一方は南伊良へ出る街道で、一方は一方は北伊良へ出る山道でございます。南軍高梁へ抜けるにはどちらの道が近いか。南伊良より言いにくい、南伊良よりコロ国へ通るのが最も近道でござります。曹操は南伊良への道を取らせたが、コロ港まで来た頃には兵士たちは腹が減って歩くことも用できず、馬も疲れ果てて道端にバタバタと倒れゆく。そこで先頭に止まるよう命じた。たちまち馬に鍋釜を背負ってきた者や、先の村で米を奪ってきた者たちが麓の乾いた場所を選んで飯をこしらえ、馬の肉を炙って食べた。腹ごしらえが済むと一度着ていたものを脱いで風で乾かし、馬の鞍を下ろしてあたりに放し、存分に草を食わせた。時に曹操はまばらな林の中に座っていた。だが突然カラカラと笑い出した。先ほどは周遊諸葛亮のことを笑われ、趙紫竜を引き出し多くの人馬を失いましたるに、何をまたお笑いになるのでござりまするか。皆の者が尋ねると曹操は言った。わしは諸葛亮周遊がやはり能なしであったので笑うたのじゃ。わしが彼らであったなら、ここへ一体伏せておいて疲れ果てた適性を待ち伏せさせるところじゃ。かくすれば我らはたとえ命は拾えても深手を受けずには済むまい。これに気がつかぬとは少子の至りじゃというところへ、前後にどっと時の声が上がった。仰天した曹操、鎧もつけずに裸馬に飛び乗ったが、兵士たちは自分の馬を探して右往左往する。そのうちにも四方は早くも火煙に取り囲まれ、山あいに一帯の軍勢が押し出すと見るや、真っ先に馬を乗り出したのはこれぞ縁人張翼徳。矛を小脇に買い込み、手綱を控えて対活一斉。そうそう、どこへ参る。大将たちは張飛の姿を見て肝を冷やさぬものはなかったが、中から巨長が裸馬を踊らせて戦いを挑んでいったので、張良徐行の了承も左右から切ってかかる。かくて両軍一団となって混戦するうち、曹操が真っ先に馬を飛ばせて走り去り、大将たちも次々に逃げ出した。張飛はこれを追ったが、曹操は死に物狂いになって敵を振り切った。追っ手が遠のいたので、大将たちはと見てやればほとんどの者が手傷を負っていた。かくて先を急ぐうち、兵士がこの先は分かれ道となっておりまするが、どちらの道を通るがよろしいでござりましょうか。どちらが近道じゃ。
街道は平坦でござりますが、50里余りの遠回りとなり、大体20キロぐらいってことですかね。官道は海洋を通る道で近道になっておりまするが、道幅が狭い上に悪路なので、なかなか進みにくいのではないかと心得まする。そこで曹操が物見の者を丘へ登らせたところ、立ち返っての報告に、官道伝いの山には数箇所煙が立ち上っておりまするが、街道の方には何の気配もござりませぬ。曹操は先頭を華陽への官道に進ませた。会津の狼煙の上がるところには軍勢が控えておるものと決まっておりまする。わざわざそこへ行くとは下せませぬが、道諸将に尋ねられて、兵法の書にもあるではないか、今日なる時はこれを実にし、実なる時はこれを今日にすとな。これは孫子ですね。諸葛亮は思慮のある男者によって、わざと山あいの平地に人を出して煙を上げさせ、我が軍を官道へ入れずに街道筋へおびき出した上、伏せをして待ち受けさせておるのじゃ。それを見抜いたがゆえ、やつの手の裏をかいてやろうというわけじゃ。非常にかっこ悪い話だ。上昇のご眼力、我らの遠く及ぶところではござりませぬと大将たちも感服し、火曜への感動に進み入った。この時兵士は上のために相次いで倒れ、馬もすべて疲れ果てていた。顔面や頭の焼けただれた者は杖にすがり、焼き傷手傷を負った者も歩くのがやっとというありさま。その上、鎧も着る者も人とに濡れて満足な身なりの者はなく、物の具も旗印もバラバラである。これらは皆医療へ向かう途中で張飛に追い立てられ、慌てふためいて裸馬に乗るが早いか、鞍も着る者も打ち捨ててきたためであるが、この冬の盛りの寒気、厳しい折からのことではあり、その苦しみたるや耐え難いものであった。そのうち戦闘が止まったので、どうしたのか尋ねにやると帰ってきて言うのに、行く手は山が迫って道が細くなっているところへ、今朝の雨でくぼみに水がたまって馬のひずめを取られて生き悩んでおるのにございます。これを聞いた曹操は激しく怒り、行軍の途中では山にぶつかれば道を開き、川に行き当たれば橋を架けて進む者、ぬかるみぐらいで進めぬという法はないと対喝するや、老弱手負いの者は後ろに下がり、元気な者はこれより直ちに土や足を運んで道を埋め立てよ、命令に背く者は切って捨てると下知した。兵士たちは仕方なく馬から降りて、道端の竹や木を切り、ぬかるみを埋め始めたが、追っ手を恐れた曹操は、長領巨長徐行に命じ、抜き身を引っ提げた騎馬武者100騎を引き入て、少しでも遅れる者は切って捨てさせた。この時兵士らはすでに飢えと疲れでバタバタと倒れたが、曹操は皆にその飢えを踏みつけて進ませたので、死んだ者は数知れず、泣き叫ぶ者は途中絶え間なく続いた。曹操は怒った。姿勢命あり、泣いたとて何になるのじゃ。この上泣く者は切って捨てよ。曹操泣くというのが嫌いみたいですね。最初の頃もね、董卓を泣き殺そうというのかとか言って笑ってましたけどね。置いといて、かくて軍勢は三分した。すなわち一部は落後し、一部は窪地に埋まり、一部だけが曹操の後に従うこととなった。険しい山道を越えると道はやや平坦になったので、曹操が見返ると
従ってくるのはわずか300騎余り。それも満足な装束の者は一人もいない。曹操が先を急ぐように言うと大将たちの言うのに、馬も疲れ切っておりますことゆえ、暫時の休息をお許しくだされませ。慶州に行き着いたら休ませるゆえ我慢いたせ。曹操がそう言って、さらに数里も行かぬうち、彼は突然鞭を上げてカラカラと笑った。上将、また何をお笑いにござりまするかと大将たちに尋ねられた。曹操は言った。人は皆周囲諸葛亮の智謀を言うが、わしの見たところやはり能なしどもじゃ。もしここに一体の複製を置けば、我らとて手をつかねて捕らえられるほかないではないか。その声も終わらぬうち、石火矢の音一声、左右から薙刀を持った兵士500が立ち現れ、真っ先に馬を乗り出した大将菅雲長が大薙刀を引っ下げ、関戸場にまたがって行く手を遮った。曹操の軍勢はこれを一目見て肝を潰し、ただ顔を見合わせるばかり。もはやこれまでか、一か八か死に物狂いでぶつかるばかりじゃと曹操が言い、諸将が、我らとてひるみはいたしませぬが、馬がもはや役に立たなくなっておりまするゆえ合戦はかないませぬという時、テイクが、それがし雲長をよう存じておりまするが、彼は上には強く下には弱く、強気をくじいて弱気を助ける性格にて恩義を忘れず、仁義の志厚い男にござります。上将には先に彼に恩義をかけておられ、今親しくそれを仰せられなば、この難も逃れることができようかと存じまするが。曹操は下にもとうなずき、直ちに馬を進めると雲長に会釈していった。将軍にはその後おかわりござらぬか。雲長も会釈を返して、それがし、こたびは軍師の命によって久しゅう上将をお待ちいたしておりました。そうそう、それがしはこたびの合戦に敗れて兵を失い、かかる窮地に立ち至ったが、将軍には応日の定義に免じ、この場をお見逃しくだされたい。あいや、それがしとて上将の幸運を被ったことはござれど、すでに顔料文集を切って白馬での基地をお救いし、ご恩報じをいたしましたぞ。今日は史上は許されませぬ。貴公が五箇所の席にて首相を切られた時のことをまだ覚えておいででござるか。大丈夫たる者は真偽を重んずる者、春秋の御造形深い貴殿のことゆえ、有功志士が支度樹脂を負った時のことをご存じでござろうが。ちょっとここで注釈入れていいでしょうかね。有功志士が支度樹脂を負った時のことというのは、火星本の言中にございますので、それを見ます。昔春秋の時、帝の国に弓矢の芸に精通した支度樹脂というものがあった。帝の国王は支度樹脂をして軍勢を率いて A の国を侵させた。 A の国は、 A の国王は大将の有功志士に命じてこれを迎え撃たせ、帝の軍勢を散々に打ち破った。
A の国王は行幸獅子をしてさらに追い打たせた。支度樹脂の従者が樹脂に、A の軍勢が近づきました。弓で防いだら良いではござりませぬか、と言うと樹脂は、わしは今日体が悪く弓が取れない。追いつかれたらわしの命も終わりだ、と言い車に乗って逃げた。A の軍勢が迫った時、樹脂が、追ってきているのは誰か、と尋ねたところ、左右の者の言うに、A の大将、行幸獅子にござります。すると樹脂が言った。わしは死なずに済んだぞ。左右の者が行幸獅子といえば、A の国の第一の弓の名手、しかもあなた様と存じよりもないはず、死なれずに済むとは何故にござりまするか、と聞くと、確かにわしは面識はない。だが、彼はかつて印光シタのもとで学んだ。印光シタというのはわしの弟子で、気持ちの正しい男だ。その男の褒美である限り、悪いやつであるはずがない。彼がわしに手を下さないのを知ったればこそ死なずに済んだと言うたのじゃ。左右の者がなお信じかねているところへ、行幸獅子が追いついてきて、潔く弓矢を取られよと呼ばわった。樹脂が、わしは今日肘を痛めておって弓を取ることができないのじゃ、と答えると行幸獅子は、わしは昔弓を印光シタ殿に学んだが、印光シタはそれを貴公より学ばれた。わしは貴公の伝えられた写法で貴公を射るようなことはできぬ。とはいえ今日のことは訓命であり、市場を差し挟むこともできかねる。と言い、かくて矢尻を抜き去った矢を4本追いかけて引き返し、支度樹脂は命を全うして帝に戻ることができた。天がこの仁義の行いを称えたものである。以上、孟子の理論編下にあるお話。まあ置いといて、いろいろ言いたいことありますけど、置いといて戻ります。雲長は義を重んずること山のごとき人であるか、あるから、かつての日、曹操から受けた幾多の恩義、そして五感の首相を切って捨てた時のことを思い起こし、心を動かさぬはずはない。その上、曹操の軍勢が戦々恐々、皆涙を浮かべているのを見ては、側院の情を禁じ得なかった。ここで側院の情が出てくるのも、やっぱり孟子ってことなんですかね。忍ばざるの心というふうに、人に忍びざるの心っていうふうに側院の上は説明されるんですけど、ここにも忍ばざるとか書いてありますね。置いといて、そこで馬車を返すと、散れと手勢に下知した。これは言うまでもなく、曹操を逃そうとの心からである。曹操は雲長が馬を返すと見るや、間髪を入れず大将たちと共に一斉に駆け抜けた。雲長が再び向き直った時には、すでに曹操らの姿はない。体勢一括すると、兵士たちが一斉に下馬して泣き泣き地面にひれ伏したので、雲長はますます哀れを覚え、どうしたものかと迷うておるところへ、長領が馬を飛ばせてきた。長領いい仕事すんな。それを見るや、雲長はまたも故宮の、懐かしいってことですね、故宮の情が起こり、長いため息を漏らして全員を許して立ち去らせた。言いにくい。後の詩人の詩にもある。曹操、戦敗れて下陽に走り、まさに観光と狂路に遭う。ただ当初の恩義の重きがため、僅差を解き開きて光陵を走らしむ。曹操が下陽の難を逃れ、谷の出口まで来、従ってくる者どもを見やれば、わずか27騎を余すのみであった。この日、暮れ方に及んでようよう南軍に近づいたとき、松明を赤々と輝かした一体の軍勢が行く手に現れた。わしの命ももはやこれまでじゃ。曹操がもはやなかった。曹操が仰天したとき、先手の者たちが馬を飛ばせてきた。よくよく見ればそれは曹仁の手の者である。曹操がほっと安堵のため息を漏らすところ、ついで曹仁が迎えに来て、敗戦のことは存じておりましたが、持ち場を離れるのもどうかと思われましたので、近くでお出迎えすることしかできませなんだ。そなたの顔を見れるとは
思わなかったぞ。かくて南軍に入って休息したが、後から長領も追いついて雲長の徳をたたえた。将校たちを点検すると手負いの者が極めて多かったので、曹操はよく休みを命じた。曹仁は酒宴を開いて曹操を慰め、幕僚たちも座に連なったが、曹操が出し抜けに天を仰いで激しく泣き始めたので、上将には虎の穴より逃れる時には恐れる色もござりませんでしたのに、こうして城に落ち着き、人は食物を得、馬はまぐさを得て、これより軍勢を立て直し復讐に出ようという今となって、なぜこのようにお泣きなされるのでござりまするか。非常に説明が長いセリフ。幕僚たちに尋ねられ、曹操は「わしは各方向のことを思うて泣いたのじゃ。もし方向がおってくれたなら、このような無様な負け戦はやらなかったであろうに。と言って胸をたたきながら一層激しくむせび泣いていた。各方向、閣下のことですね。哀れや方向、痛ましや方向、口よしや方向。幕僚たちはただ黙念として自分らの不明を恥ずるのみであった。なんか思うんですけど、こう感情が激しい人ってやっぱりこうストレスたまらないのかもしれないですよね。どうなの？なんとなくSDC系で私はの中で再現されました、今。そうそうが。で、泣いて、はあ、すっきりした、みたいな。でも割と女性ってそうですよね。泣いてすっきりする。だから泣くっていうのは別に、泣くからメソメソそうしてダメだって私は思わないですね。あれでやっぱりこう何かこうね、整えるんだと思うので置いといて、あくる日曹操は曹仁たちを呼んでいった。わしは一旦京都へ戻り、軍勢を整えて必ず復讐に参る。そなたは南軍を守っておいてくれい。ここに計略を書いておいた。だが平時に開いてはならぬ。気球の時に開き、書かれてある通りにいたせ。東吾のやつらもまともに南軍を見ることはできなくなるであろう。合肥上陽は誰が守るのでござりまするか。慶州はそなたに任す。上陽へは加工屯をやってある。合肥は最も大事なところであるから長領を首相とし、学臣利典を副将につけて守らせることとする。気球の時あらば早馬を持って連絡せよ。曹操は手配を終わると馬に乗り軍勢を率いて巨匠に馳せ戻ったが、慶州で降参してきた文武の役人たちは巨匠に連れ帰って使い、曹仁は曹公を医療南軍へやって周囲の攻撃に備えさせた。さて関雲長、曹操を逃してから軍勢を率いて戻ってきた。この時各方面へ出ていた軍勢がいずれも馬、物の具、軍用金や兵糧をぶんどって各方に戻ってきていたが、一人雲長はただの一人も捕らえず、空手で戻って玄徳に目通りした。折しも孔明は玄徳と共に祝賀の宴を催していたが、雲長が戻ったことが取り継がれると急いで席を立ち、杯を手にして迎えた。これは将軍、こたびは頑張れ私、こたびは世に並びなき大功をお立てになり、天下の大概を除かれて終着に存じまする。終着ってこういう字書くのか。城外にお出迎えいたさねばならぬところ、まことにご無礼つかまつりました。だが雲長は何も言わない。将軍、まさかそれがしどもがお出迎えいたさなかったのがご不満では。
と言って孔明は左右を顧み、そなたたち、なぜ早々と知らせなかったのか。すると雲長、それがし、お詫びのため死を覚悟してまいりました。なんと、曹操が家用へ来なかったのでござりまするか。いや、確かに参りました。が、それがし、子孫じて、取り逃してしもうたのでございます。では、将兵をどれほど虜になされました。一人もござらぬ。さては雲長殿、曹操の昔日の恩義を感じてわざと逃したのでござるな。正史がここにある上は軍律による処分を免れませぬぞ。というなり孔明は引き出して首を打てと慶主に命ずる。まさに一矢もって知己に報い、仁義の名をばとどろかすというところ。さて雲長の命はどうなるか、それは次回。以上、第50回諸葛亮智をもって火曜に計り、関雲長義によって曹操を放つ、終わる。